囲碁の日本棋院が5日、都内で会見し、小学校4年生の中村すみれ、3、9が、4月1日付でプロ入りすることを発表した。10歳0ヶ月でのプロ入りは、藤沢里菜女流本因坊、20、の11歳6ヶ月を9年ぶりに更新する、最年少記録で、世界で戦える棋士を育成するため、日本棋院が新設した、小学生までの採用制度、英才特別推薦棋士の第1号。将棋界では、藤井聡太七段、16、の話題が、日本中を席巻しているが、囲碁界にも藤井七段に劣らない、天才少女が誕生する。まだあどけない表情の裏に、世界を震撼させる才能が潜んでいる。会見に臨んだすみれさんは、大勢の報道陣を前に若干、緊張した表情で、これからよろしくお願いしますと挨拶。中学生の間に、タイトルを取りたいと、意気込んだ。父は、日本棋院関西総本部所属で、6年には、勝率第1位賞を獲得した、強豪、中村慎也九段、45。母は、元アマ強豪で、囲碁インストラクターのみゆきさん、38。母の妹は、関西棋院所属の石井茜三段、36、という囲碁一家に生まれ、3歳から囲碁を始めた。当初は、みゆきさんから指導を受け、めきめきと上達。14年には5歳で、関西アマ女流囲碁名人戦 B クラスを制するなど、有数の強豪に成長した。17年4から12月は、関西棋院の院生として過ごし、昨年4月からは韓国に短期留学。現地の研究生リーグで腕を磨き、12月には、新制度の適用試験として、9年には、史上初の五冠王に輝いた、チョーク名人、38、と、黒番逆込みというハンディの手合で対局。見事に引き分けに持ち込んだ、チョーク名人は、衝撃的でした。9歳でこの強さというのは、必ず世界で戦える棋士になると強く思いました。恐ろしかったですと感嘆。2度の七冠独占を達成し、国民栄誉賞を受賞した井山裕太五冠、29、とも小学生時代に対局しているが、年齢を考えると、井山さんの上を行くと最大級の評価を与えた。